見てくれてありがとう。私のチャンネルを購読してください。新しい動画が届くと通知が届きます。0年1月から1年月にかけて西日本を中心にまさに綱渡り状態と言えるほど電力需給が逼迫したことは記憶に新しい。当時は日本卸電力取引所チェの電力前日スポット市場の取引価格が 1kW 時当たり0円、通常は8から16円を超える時間帯も出たほか、電気事業の新規参入が多くを占める小売電気事業者に課されるインバランス料金、電力調整料金が電力需給逼迫の影響で1月11日に最高で 1kW 時当たり 56.4円、通常は数円、数十円程度に上昇。売上高の8割をインバランス料金の支払いに充てる企業も出てくるなど、新規参入企業の経営に打撃を与えた。電力が危ない、電力逼迫が一段落した月、電力広域的運営推進機関オクトは例年通り全国の電力供給計画をまとめた。それによると、1年度の冬及び年度の夏、冬に猛暑や厳冬となった場合、再び深刻な電力需給逼迫が起きるリスクがあることが明らかになった。以後、産業省では、電力不足対策の検討を継続して行っている。なぜ電力不足なのか、かつては先進国の中でも電力安定供給の優等生と目されていた日本で、なぜ最近になって電力不足が起きるのか。その原因の一つは、11年の東日本大震災以降、全国の原子力発電所が長期停止したためだ。原発の長期停止に伴い、石炭火力や天然ガス火力発電所の新設計画が大量に浮上したが、固定価格買取制度 F を背景に、再生可能エネルギー、再エネの導入が予想を超える速度で進み、火力発電の稼働率低下の懸念が生じ、火力発電所の新設計画からの撤退が相次いだ。また、再エネ拡大に伴い、電力前日スポット取引価格が低迷したことで、老朽火力発電所の収益が低下し、老朽火力の休廃止も相次いだ。これらが重なり、電力供給力が構造的に不足する状況になったと考えられる。火力発電の減少の要因を少し詳しく見てみよう。火力発電の設備利用率は、オクトが公表している供給計画で、過去の実績と将来見通しを知ることができる。それらによると、石炭、天然ガス、石油火力ともに、0年度は大幅に低下する見込みだ、1。このため火力発電の収益機会が大きく減少することになり、火力発電の新設計画は相次ぎ撤回された。